六角氏式目は、戦国時代の文国法の一つ、南大海の六角家で制定された、吉原式目ともいう、全67条。制定は、A60 年4月。この制定の背景には、A66 年10月に起こった観音寺騒動により、権力拡大を目指していた六角氏が逆に権威を失墜させていたことにあった。 義しが定めたとの定裁をとっているが、六角氏の権威が弱まる中で、ガモウ貞秀ら有力家臣が式目を寄贈し、六角義方父氏が承認することで成立した。また、上帝、義筆父氏と二十名の家臣との間で、式目の順子を誓う寄贈文を相互に取り交わす、形式をとっている。他の文国法と異なり、大名の権力を制限するものとなっている。これは、 内近隣におけるる国人層の強いい自立性を示しているその反面、式目制定後は、六角氏を中心とした秩序を回復させる動きも見られ、国宝である式目に従って、大名の権力を抑制する代わりに、家臣団が大名を支えていくことを再確認したものであったとする評価もある。また、六十七課上からなる内容は、債務や、 民事訴訟に係る民事規定が中心である。原則として在地の監修法を尊重しているが、一方で領主の結束を図る手段も規定されている。領民に対しては、領主層の恣意的集奪を規制する定罪を取る。一方、打ち壊しなど、総尊の反領主行動を禁止するものとなっている。安調市第二巻。 P6 安町1987年3月31日完全国書誌番号87037576新谷和幸戦国期六角試験力と地域社会 ISBN 978から4から 784219353P135 から136ありがとうございます